花よ道中は、宮城綾子による日本の連作短編小説集、作品。第5回女による、女のための R-18 文学賞大賞、読者賞受賞の表題作含む5編を収録し2007年2月22日に、新潮社より、観光、一編を加え2009年9月1日に、新潮文庫より文庫化された。江戸時代末期の新吉原を舞台に、 友女たちの叶う、切ない純愛を描いた、観能小説。江戸吉原の証券よ、山田屋が舞台。五部構成で、それぞれ主人公が異なる。最新号より、第六部、大門切手の連載がスタートした。2009年より、佐伯久美子作画で、女性セブンで漫画家。2014年に、表題作を原作として、豊島圭介監督、足立由美主演により、 映画化された。花酔い道中、薄葉富裕聖カボ単一愛を石グレイ雪ひも、観音大門切って、佐伯久美子により、漫画化され、女性セブンに連載され、小学館フラワーコミックスアルファースペシャルより観光、同社小学館文庫より2015年8月6日に、文庫化された。全六巻。2014年11月8日公開。R15 指定作品。 主演の足立由美は劇場版家なき子以来20年ぶりの映画主演となる。公開に先立ち2014年8月21日よりカナダで開催される第38回モントリオール世界映画祭のワールドグレーツ部門で上映され2回の上映ともに客席はほぼ満員で監督の戸島啓介は現地に赴きしようとも言った。劇中で足立は オールヌードに初挑戦している。また、その撮影シーンも収録された。この映画の公式オフィシャルブック、足立弓火花も2014年9月22日に発売された。ありがとうございます。